速報、湯浅敦貴緊急昇格。緊急昇格って大丈夫なんか。なんか本人が上がりたいから志願当番して完璧やったから上げるんちゃうかな。さすがに抑えは岩崎のままか。もともと湯浅八回やし今絶好調の岩崎動かすのもな。湯浅が戻ってくるなら岩浅田岩浅岩崎の並びでいける。見てられる。最近の岡田はシーズン後半のこと考えすぎてるように見える。余裕ないんだな。また壊れるなこれ。西巡降格かよ。打たれてないのに。西巡多少二軍調整したところで投げられるようになるとは思えへんな。15差くらいないと V やねん。令和版ありそうだしな。阪神はそういうチームだろ。早くね。大丈夫か。緊急昇格って書いてるからあれだけど、調整当番はもう何回かやってんだよな。ろくな記事書かんだマスコミも。勢いのあるうちに勝っておきたいんだろうな。終盤の天皇山でこの1試合が優勝を決定づけたと言われるような試合を毎日やってる。こんなのが続くわけがないからな。後半の過密日程でとんでもないツケを払うだろう。今日ソフトバンク戦で実戦4度目の登板だったけど、やめて1軍に昇格か。終盤競り合って優勝できるチームじゃないからね。諦めるまで突き放すしかない。別に緊急でもないだろ。緊急ってのはみかみや鈴木を即がちパに緊急昇格してる巨人みたいなことを言うんだよ。やめてよ。巨人の勝てる確率さらに下がっちゃうじゃん。二軍の初登板で壊れた感すごかったけど大丈夫なの。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。